どうも、この丸です。きいたろです。じゃあ今日はアイランド2のファイナル進出者10名のプロデューサーの評価ノートが公開されたので、そちらを紹介していきます。なんかさ、プロデューサーが見たアイランダーたちのさ、ノートが公開されて、めっちゃ面白かったね。ねやっぱさ、なんか、ステージいろいろ見せてくれるけど、今プロデューサーさんはどう思ってるんだろう、その人のことみたいなやっぱちょっと気になるじゃん。うんうんうん。しかも、まあ分からんけど、プロデューサーピぴ があるかないかちょっと最近不安になってきたたけどいつもの感じだっらことはやっぱプロデューサーがどういう風に思ってるか、どういう期待してるのかとかってさ、結構なんかいい指標になるから、なんかさ、もろくて、もう大興奮。ねそうなんだ。早速ね、その公開されたものを翻訳したものを出しながらいろいろ見ていきたいと思います。じゃ、あまずはギュリちゃんがこちらですぴよ。個人的にはギュリちゃんってさ、結構評価高いイメージあるんで、プロデューサーからの。 うんうんうん。ね、そうだよね。あの、ファイナル進出する時も、やっぱ6位だったし、 その、ちょっとね、視聴者投票とかはそこまで強くない感じはするんだけど、まあそんな中でも、なんか、できてるよみたいな、なんか後押ししてくれてる感じがあるっていうか、ギュリちゃんに対してね。うん。だからやっぱそういうコメントが結構多い気がするね。なんか、やっぱ評価が高い感じがしたかな。確か,確かに、確かに。でもなんか、傾向としてさ、24さんとこの、もうちょっとお名前なんて呼ぶかわからんないけど、BBN さん,ん、うん、<laughs> ?VVN さんでいいのかな v v さん。ちょっと、うん、うん。この、この二人がさ、なんか割とス ばこううだと思うもっとと良くなると思うみたいいな言い方よくされるもうちょっとできそうだよみたいなさ、感じのニュアンスを結構入れてくれるなと思って。まあ正直翻訳が全部あっとるかが、ニュアンスまでがさ、日本語に正しく伝わるか分からんけど、うん。なんか、一応そういうもうちょっと深められたらいいと思うとかさ、なんか曲によってキャラクターの研究もっと深められたらいいと思うとか、うん、例えば24さんだったら、その、どんな歌を歌ってもギュリ化されるっていうのは長所であり短所とかさ、なんか、うん 全てがいいわけじゃなくてもちろんこういうところもあるよねみたいな感じなのを率直に書いてるのが、あなるほどな、みたいなところもあって、うん。なんか、でもやっぱ全体的には褒められてるな、みたいな、やっぱ牛児は評価高いな、みたいな感じだった。うん,うんうん。確かに確かに。そうだね。でも本当に成長の部分とかもすごい評価されてるよね、テヤンさんとかさ。舞台ごとに成長し続けるって言ってくださってるし、うんうん、モニカさんとかも安定的に実力が発展してるとか、努力する姿が舞台ごとに見られているとか、やっぱちゃんとそうだね。うん、ち,ゃちゃんと見てくれてる感じあるよね。ねー じゃあ続いて、ゆじュちゃんがこちらです。ぴよ、まあ。ゆじュちゃん的に多分嬉しいのが、テアンさんのさ、曲と舞台を解釈する表現力がズバ抜けて良いアイランダーとかさ、うもう結構なんか褒め言葉な感じがしてさ、そうそう、いいなと思ったけど、それに続いてさ、そのテアンさんまだ自分だけの大きな物件見つけられたら、さらに良くなりそうみたいな爆発的な魅力、力を見せられそうとか、まあ、なんか、 すごい褒められて、あ、課題やったーみたいな感じはちょっとした。そうだね。うん、うん。あとフ24さんとかは、ダンス歌ラップが欠かせない、上手とか、モニカさんだったら、ラップ、ボーカル、パフォーマンスの実力的なバランスが良く、みたいな。うん、結構その、結構そう、一つのポジションだけじゃなくて、複数ね、結構褒めてくれてる感じがあるね。いいね。そうだね。じゃあ続いて、いちゃんがこちらです。ピオ。 舞ちゃんってさ、結構その、舞ちゃんだけのさ強みみたいなのを褒めてくれてる、すごいイメージあるよね。これ見た感じだと。そうなん。なんかね、舞ちゃんに対してはなんか熱量ちょっと高い気がするっていうか、そう <laughs> のプレゼンサーさんのう。<laughs> うん。なんか、そう言葉とか、選んでる言葉とかもさ、ほんとそんな舞ちゃんにだけみたいなのはあるよね。うん。てやんさんの、やっぱ、ね、最も重要な性格と態度が優れてるとかさ、なんか、姿勢がいいんでしょ、うん、やっぱりいちゃんって。うん,うん。わかるわかる。 うん。で、やっぱそういうところさ、特に、あの、シーズン、シーズン1じゃなくて、なんだっけ、パート1だっけ一部、うん、<laughs> の時とか、やっぱりね、よく強調されてたっていうか、まあそれはさ、うん、ちらもちょっと見えてたじゃんね。やっぱま舞ちゃんってなんか、うん、ね、なんかパートに、こう、あんまりさ、自分のところ自分が欲しいと思ったパートじゃなくても、頑張るみたいなさ、あの感じが、うん、しかもナチュラルですごい良かったじゃん。そうだね。うん。なんか変な演技集もするわけでもなく、なああ、わかるわかる。ね。うん、そうそう。なんかその、なんかま舞ちゃんのなんか、その、 まっすぐな感じとかがそうかっこいいなみたいなとこあるからさ、うん。<laughs> あの、やっぱ芸能の先輩としてさ、そういうさ、性格の面とかって結構評価高そうな気がするそれって大切な感じだから。かかそこがさ、うんうん、すごい評価されてたら、やっぱグループに必要とかだったら、プロデューサーピックとして舞ちゃんは結構あり得ると思うよね。うん。いや、わかるわかる。そうだね。なんかその、なんて言うんだろう。もう備わってるじゃん、そういう部分が。うんうん、なんかその、うん。なんかそういう部分ってさ、努力してどうにかなるもんでもなかったりするから、なんかもう舞ちゃんはすでにその準備ができてる感じあるよね。うんうん、そう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 ,そうそう。もちろんね、なんか、あとこうすればもっとできるとか。 はあるんだけどわかるわかる。モニカさんとかもほんと成長速度が本当に速いって言ってるから、なんかそのこのまま行けば多分めちゃくちゃもうデビューの人材っていうか、うん、なんか間に合うよみたいな感じもする。うん、そうそうそう。ね、リジュンさんもさ、結構まっすぐさ、足りない部分あるけど、やっぱ成長速度は眩しいとかさ、なんか、うん、だから結局デビューした後のことを考えてくれた時に、その、もしかしたら舞ちゃん今の時点で投票もまあ結構デビュー圏内 かなっていう、ね、感じもするるけどプデューサーピックで選ばれるパターンでもまあなんか呼ばれそう、うん、まあさっきも言ったけどね呼ばれるといいな、うん、みたいなこの感じならみたいなさうん、うん、すごいなんかこれでなんかねさらになんか希望が見えるっていうかその期待がなんか出てきたうん、うん、本当にそうやっぱ舞ちゃんに好感持ってる感じがするんよねうんわ、うん、かるわかるじゃあ続いてサランちゃんがこちらですピオ サランちゃんなんでさ、ごめんね。翻訳さ、サランちゃんだけなんかやたらちょっとヤンキー集するね。<laughs> 翻訳サランの名前が。すごいなんか砂嵐みたいな。<laughs> 確かに。流れる砂嵐、ユサランみたいな。なんでって思ったよね。<laughs> そうそうそう。ちょっと面白い。<laughs> 個人的には、モイカさんのさ、やっぱ成熟したプロ意識すでに持ってるとか、ね、ずっと舞台の上に立つ準備ができてる人になると思うとか、なんか、その、技術の面もも もちろんそうなんだけど、心構えるところがいいよってことやねんか。それでやっぱ結局一番いい気がするから。そうだね。うん。うんうん、なんか、私、私が文化さんたらデビューってなると思う。<laughs> 普通に。ありがとうありがとうとか言ってる。そう。<laughs> そう、リジョンさんもね、何よりも誠実さがサランを一番輝かせるとか、なんかそういう、なんか姿勢みたいなところも、すごい評価してくださってるよね。うん、そうだね。あと、真のオールラウンダーそのさ、真のって使ってきてるところが、うん、その、なんていうのオールラウンダーって色々言われてるけど、サランだよみたいなことなんでしょきっと。確かに、そういうことなのね。あの、ポジションとかもさ、そういうポジションでさ、ステージやってたけど、うん、えなんか嬉しいね。そうだね。ちょっとじゃ、他がって言ったらあれだけど、まあまあでもそう、うん、そうだね。うんうん、この言葉を、だけ見たらね。うん、うん。あと、あの、VVA <laughs>、 <laughs> VVN さん合ってる ?VVN さんのさ、意外とラップするときの声のトーンがいいとかさ、そのラップメンバーとして、やっぱちょっと人数があんま多くないじゃん、うん、ラップできる人ってさ。 その、うん、まあ、多くないっていうか、見せる、見せる時はそんななかったから、サランちゃんにちょっと目つけてる感あるっていうか。うんうん、確かに確かに。え、なんか、そうだね。プロデューサーピックお願い。<laughs> あと、そもそもプロデューサーピックあって。<laughs> お願い。<laughs> 確かにじゃないと、この評価の音何 <laughs> <laughs> 私あの、うちらがさ、絶対永遠に答え合わせできないさ、その、穴開け順位出た時にさ、じゃあ残りどうなるんって言ってさ、うん、予想したけど、サランちゃんさ、7位とかやね、 か、落とす、落ち取るってってショック受け取った <laughs> 勝手にやって。勝手にやって勝手にショックみたいな。<laughs> <laughs> そう。それなら、プロサピークに希望を持ちたいみたいなとこあるからさ、やっぱ。うん。うん、ねえ。結構その、ティアンさんも多方面で才能を持っているアンイランダーって言ってくれてるから、結構その、オンラウンダー的なところを評価されてるのが、これで知れてすごい嬉しいわ。うんうん、そうだね。うん やっぱ、やっぱ愛さらんが、あれ、言うさらんが愛さらするときが来たね。<う>こちょっとどっちのどっちかわからんが。どっちっちそう、だから自分も愛せみたいなやつだよね。ああ、はい。じゃまた、今く、うん、ーーま、もそうだね。うん。うん、<laughs> じゃあ続いて、じゅんちゃんがこちらです。ぴよ。 やっぱ、ジュンちゃんは歌声とか、その歌唱面で本当に評価されてるよね。いやー、それじゃあ、やっぱ、ね、独特な声とかさ、うん、ね、ユニークなボーカルがメリットとかさ、独特とは言ってないか、ま、特別な声とかか。そうそうそう。うん、なんか、また VVN さんだけどさ、あの、非常に繊細な音楽的分析能力を持つとか、なんかでもちょっとわかる気がせん、少し。<ー>うん。いい評価、それ。めっちゃいいね。ね。<laughs> そうそうそう。でも、確かになんか、ジュンちゃんってさ、 曲聴いて、こっちの方がいいよみたいなんて、結構的確に分かってる感じしないやっぱり。うん、あわかるわかる。そうそうそう。こういう歌い方だよとか、なんか、その曲聴いた時の解釈がすごいんだろうなみたいな思ってたんだけど、やっぱ、そのプロの目で見てもそう思うんだと思って、やっぱジュンちゃんすごいなと思ったじゃん確かに。 しかも、モニカさんは本当にダンスでも実力見せてくれて、可能性が、僕らだけじゃなくダンスでも可能性が見えるって言ってくれてるから、それも歌だけじゃないよっていうのをちゃんと言ってくれてるね。うん、ねもうなんかやっぱ、ジュエンちゃん今上位面のイメージもめっちゃ強いし、うん。あの、評価もずっといい感じがするから、この感じならやっぱもう、 うんうんうん。デビューって感じするよね。一時期なんか、ね、1話にはジュンちゃん大丈夫ってなったけど、もう今やもう。<laughs> 今やもう。1 <laughs> 話には、でも正直ちょっとこの子はみたいな感じだった <laughs> もうなんか、今じゃ考えられんぐらいの人になったね、もうね。今じゃ考えられんよ、本当に。んなんか、 ねえ、やっぱ前回もさ、まあ、名前出して申し訳ないけど、ギュリちゃんにさ、いや、パートをね、ねセントだと思ったし、そのなんか満足しなきゃダメだよみたいなさ、言ってくれてすごいスカットジャパンしたねか,か。スカットジャパンだった。<laughs> だから、ジュンちゃんがいるとグループでもさ、ジュンちゃんがいると、なんかちゃんとした方向に導いてくれるっていうか、なんかダメなものはダメだよとか、言ってくれ、うん、ズバッと言ってくれるみたいな側面でも良さそうだね。そうだね。じゃあ続いてセビちゃんがこちらですピぴよ。セビちゃんも漢字やばいね。<laughs> yeah <laughs> 情勢の比率みたいな <laughs> <laughs> 女<性>。情勢比みたいな感じになっとるね<性>。<laughs> <laughs> なんか、セビちゃん全体的に褒められてる感じはあるんだけど、なんか、私もっと褒められると思っとったねなんとなく、セビちゃんって。うん、そうなんわかる。なんか意外と、意外と、さっぱりした感じの印象があったんだけど、それはさ、翻訳のせいわ <laughs> からんがんだけど。いや、いやなんかね、そう、その、ま、勘ぐっちゃうんだけどね、もう全然勘ぐっちゃうからあれなんだけど、そう、本当になんかその、このニュアンス 的にもさ、あれおやおやみたいな。 なんか、うん、もうちょっと欲しいな、みたいなのが、ちょっと前提的に感じたかな。ああ、そうそうそう、思った思った。うん。くせびちゃん、ギリギリもしかして、やっぱり。そう。うん、そうなんか、比較した申し訳ないけど、まいちゃんってこと、まいちゃんだけの言葉みたいなのがあったじゃん。まいちゃんだけに言われてる言葉みたいなのが、そう印象的だったんだけど。うん、なんか、せびちゃんちょっとなんか、そさらっとしてるな、みたいな。そう。なんかね、あの、可能性を感じさせる感じが、まいちゃんにあったんよ。そのトレーナー先生。プロデューサーのコメントが、これからもっと良くなりよ、発展していくよ、みたいなのが見えて。 てるような雰囲気があるから、うん、だから頑張ってみたいな感じだったんだけどなんかセビちゃんはやっぱすごい今の段階でめっちゃやっぱ基準が高いじゃんね、うん、なんかその高いって感じで終わってる感じがちょっとあって少しなんか物足りない感じが私はしたかなまあ、もちろん感じ方うん、うん、人によってはめっちゃ褒められてるに見えるとは思うんだけどなんかもっともっとくれって思った普通に うん。ごめんなさい。そうなん。うん、いや、わかるわかる。ま、モニカさんが唯一ちょっと長めに書いてくれてて、なんかいいかなとは思ったけどね。うん。そうだね。怖くても挑戦してみる。挑戦式がいいとかね。うん。 まあでもそのやっぱ、自分の見せ方とかアピールみたいなのとかやっぱ評価されてるね、セビちゃんはね。うん。でもただ24さんは、そのどんな曲でもしっかり自分の魅力を見せてほしいっていうことは、やっぱりナップンヨージャーの時のあれがちょっと残ってるとか、なんか、あの時にちょっと、あ、セビ、ナップンヨージャーまだちょっと苦手かな、みたいな。で、ほらやっぱりさ、ナップンヨージャーのコンセプトがやっぱ多少絶対来るはずな、テディさんのプロデュースは。 なるほど。そうそうそう。なんからあれなんかね、もしかしたら、構想とちょっとずれてたりとか、<laughs> なんかセビちゃんペンを不安にさせる回になっとるでね、これ。<laughs> やばい。え <laughs>、客観的に言ってます。<laughs> 客観的に。客観的に言ってます。<laughs> しかも好きなうちら、セビちゃん。そう、好きだから、そう、好きだから、本当に。<laughs> うん、だからそこがなんかちょっと引っかかってたりするかな、もしかしたら。うん。うんそうだね。じゃあ続いて、ジョーンちゃんがこちらです、ぴよ。 やっぱ、ジョンちゃんも結構ボーカル面の歌のところ結構評価されてるね。うん。 ま、なんか、リジョンさん。いいやつで言ったらやっぱリジョンさんとかさ、もうそうメインボーカルであるにも関わらずダンスの実力も良い、まあ、根本がしっかりしたチームの柱の役割果たしてるだから、やっぱいてくれるとめっちゃ底上げされるし、なんか引き締まったように見えるってことなんでしょ、きっと。確かに根本がしっかりしたって言ってるもんね。そうだね。うんうん。でも、まあ、24さんと VVN さんやっぱ逆に期待値がすごい高い感じ。その、ジョンちゃんはもっとできるでしょっていう感じがあって、うん、でもなんかこれは知った激励な感じするから、そしてなんか、ね、ああいん。 ないななと思ったんだけど確かに。なんか結構具体的だしね、パフォーマンスでも強弱、ね、強調整を練習して、もっとダイナミックなステージ見せてほしいとか、ボーカルの中に、v b ネさんだったらね、ボーカルの中に繊細な感情や色を感じられればさらに反省しそうとか。確かに確かに。そっか。でもなんかあの、やっぱさ、ジョーンちゃん期待、さっきも言ったけど、メインボーカルとしていてほしいみたいなとこありそうだから、結局今後出すような曲で、やっぱかなり高い水準で引っ張っててくんないと、ボーカルの面で。うん。 なんかその、めっちゃ、その、プロとしてもう求めてそうな感じするっていうかさ。確かに、そうだね。うん。もう、そうだね。デビューするってそういうことだもんね。そうそうそう。デビューした後のこと考えて、もうなんか言ってるんじゃないかなぐらいまで思ったわ、うんうん、私は。確かに確かに。そっかそっか。でも本当歌もだし、やっぱダンスも結構みんな言ってくれてるね。やっぱダンス、歌だけじゃなくてダンスもって言ってるから、うんうん、結構、そこは本当高いよね、うん、評価がね。いやー、そうそうそう。なんなら私、最初ってね、ダンス面だと思ってたからね。<laughs> ジョウンちゃん。う,んうまいから。い、うん、っちゃう、最初。 うん。シグナルソングの時とかね、やっぱ上手いから。じゃあ続いて、ココちゃんがこちらです、ピヨ。ま、リジョンさんがスター性1位とか言っとるからね。うん。いや、そう、それすごいいいなと思った。ココちゃんも結構、やっぱプロデューサーからの信頼が高い感じがせ。結構、やっぱ熱量感じるっていうか。うん、確か、ティアンさんも舞台の上で一番理想的なエネルギーを持ってるとかね。うんうん、そうそうそう。だってわざとカッコつけてまでさ、説明してくれるんで、確かに <laughs> ティアンさん <laughs>。 舞台の上でスイッチオンできるっつってるね <laughs>。うん、そうそうそう,そう。そっか、舞台の上と下でのギャップが大きいとか、いいね。確かに、その、うんうん、練習の時とかってやっぱちょっと違うもんね。あの、ほんわかしたさ、うんうん、ね、可愛らしいとこもあるけど、ステージだとバチコーンで行いくもんね。 でもそれって結局デビューした後みんな好きだと思うよね。そういう,うね、うん、やつってね。わかるかる。分かるうん。うん、そうそう。あとあの、モインカさんがさ、その、どのメンバーと一緒にいても違和感なく、よく似合う万能の鍵のようなアイランダーっていうのが、結局その、ココ、うん、ちゃんの、なんか多分性格というかそういう雰囲気みたいなものが、なんか、うまくいろんな人と調和してくれるって人なんでしょめっちゃ助かると思う、んプロデューサーとかはやってたら。確かに確かに。そうだね。え、それめっちゃグループに必要じゃないっけ。うん、そうそうそう。 だからお願いって言っとるね。8位じゃないよって思って。<laughs> だからお願いって言ってます。確かに確かに。まあでもそういう意味も込めとるんかもしれんね。ここ8位じゃないぜってプロデューサーっていうかその運がもう思っとるってことかもしれんし。<ー>ん <laughs> 運営事前に知った上で言っとるんこれ。<laughs> そっかそっか運じゃない。運というか。うか <laughs> プロデューサーなわけないか。プロデューサーが。<laughs> まああとはまあ24さんがね、残った時間。 発音もっと保管してほしいみたいになあるけど、まあ、これもなんか、まあ、ま、うん。ま、デビュー目指してほしいからこそのって感じはするかな、普通に。確かに確かに。それ、残った時間だからね。そう。そこが保管できれば問題ないよっていうことにも取れるもんね。うん。そうそうそう。あ、あとそうだ。リジョンさんまた戻るけどさ、そのデビュー後がさらに期待される志願者っていうのはさ、そのデビュー後について語ってくれとるんでその、ココちゃんだけだったはずなんね。確か、うん、あわかる。デビュー後ってワードは確かにそうかも。うん。そうそうだ。 ジョンさんんの中でココちゃんはデビューだっそう、わかるわかる。そう。ね、なんかそういうさりげない一言ですごい、やっぱね、意識しちゃうよね。勘ぐっちゃうよね。そうそう。そうそう。てか、まあ、デビュー後の想像してない人に言わんやろ、やっぱ。うん。そうそうああ、わかるわかる。うんうんうん。うん。だから、プロデューサーピックあってほしいね。<laughs> 何回も言います。<laughs> <laughs> もうここ行ってプロデューサーピック頼みみたいなとこ増えたよね。<laughs> なんかその <laughs>、そう。それがいい。でもないかもしれんみたいなのはざわついとるんやからね。個人的にだけど。ね じゃあ続いて、ふこちゃんがこちらですピオ。よ。ふこちゃんはね、ほんと安定的みたいなワードもすごい特徴的だね。うん、そうだね。まあ、最も安定的だからね、ティアンさん曰く。やっぱうん、そうな。まあ、それとは逆に、24さんだと、どんな舞台でも自分の色に安定的に表現するのが長所だけど、一度果敢な調整も必要みたいなことも言ってくれてるね。 そうそうそう。まあ、だからなんか24さん的にはもちろん上手いけど、なんかもっと見たいなみたいな。なんかその、うん,うん、うん、なんか見たいものがあるっていうあれなのかな。もしさ、これ書いてるのいつかわからんけど、その前回のステージは良かったっけどね、もちろんセ,あのセミファイナルの。その前のさ、あのオールラウンダーの時は、プロデューサーの評価そこまでふこちゃんって、まあ、安定はもちろんしててすごい上手いけど、もっと見たかったなみたいな評価のイメージがあるじゃん。 確かに確かに、そうだったね。うん。それがちょっとまだなんか、ある、残ってる感じがするね、プロデューサーの、この24さんの中では。うん。そうね。でもなんかちょっと、ふこちゃんもね、あの、個人的には、もっとくれの人だった。その、セビちゃんとちょっと近いもの感じて、なんかコメントちょっと薄い感じが少しするっていうか。うん。そうだね。なんか、 わかる。あのー、表現悪かったんだけ、ちょっと当たり障りないかな、みたいな。なんか、ちょっとなんかその、安定的とかさ、うんうん、ま、ふこちゃん見てたら安定的なのわかるからさ、なんか、だけど、みたいな。うん,うん。そう。うーん。なんか、プロデューサーピックって言ったら、ちょっともしかしたら難しいのかな。でも,も、この間は一番最初に呼ばれたしな、みたいなとこもあるから、まあ、なんとも言えんけど。うん,うんうん。 うんうん、そうだね。ま、書いた時期によってはね。ね、その、セミファイナル前だったら、あれだよ、ね、確,確,確かに確かに。セミファイナルでは結構かましてたからさ、やっぱ書いてた時期にもよるよね。やっぱそれ、あ、できたじゃん、セミファイナルでって思ってくれてるかもしれんしさ。うん。うん、でもセミファイナル後だったら、ま、ちょっとなんか、ちょっと、ま、大丈夫かなって気はなるよね、にに普通に。そう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 。うん。うん そうなんよね。だから、なんか、ふこちゃんペンは多分普通にね、視聴者投票でめっちゃ上目指すのが一番なんか安心な気がするね。うん、普通に。確かに確かに。うん。そうだね。もう誰もわからんもんね。本当プロデューサーピックが誰なんかね。こんな、エムネさん、このパターンでモヤモヤっていうかさ、その、どっちだみたいなの初めてな気がするちょっと。そう,ね、<laughs> そう。エムネさんで。そう。うん、決め方がね、まだわからんからね。確かに確かに。うん、じゃ、最後、ジミンちゃんがこちらです。ぴよ。 すごいね。ティアンさんとドレティンフォーどっちも舞台の掌握力っていうさ、なんか、同じワード使ってるのがすごい面白いね。そう。しかもティアンさんは最も優れてるだから、一番いいって言ってるんでしょ。うんうんうんう,んうん、う集中させる力持ってる。やっぱなんか、こう、全部見てったら、あ、センターなんだなってすごい分かったよね。<laughs> これ見て、うん。いや、分かる分かる。うん。そうだね。なんか、なんか一致してそうだね、プロデューサーの中でね。そう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 。まあ、リジョンさんなんてね、革新のセンター賞とか言ってさ、なんか賞、首相受賞されたん、ね、で、ジミンちゃん。<laughs> <laughs> 確かに。 以 <laughs> 上さんなんかいいよね。そういうワード。結構キャッチなやつ使ってくるよね。うんうん、そうだね、そうだね。確かに、VVN さんも主人公のように監視を注目させる魅力が好きっていうさ、主人公、まあ、センターってことだね。うん、多分ね。うん。うん,うん、そうだね。まあ、あとはやっぱりさ、その、 ね思いやりのある性格もいいが、本人自身のためにもう少し良く思ってばいいと思うっていうところをね、なんか <laughs>、そう、ジミンちゃんはね、そうだね、みたいなね。本当に。にこれセミファイナルの練習中に書きましたこれ。こ <laughs> れなんかその、すごい譲ってる、<laughs> めっちゃ譲ってるジミンちゃんみたいに見ながら書いたこれ。<laughs> そうだね。まあでもやっぱそういう描写がさ、2回あったからね、やっぱ大きく。まあまあまあ、そうね。うん。セミファイナル見たらね、その、その2部行く時のやつと、セミファイナルの、うん、あの練習中の風景、まあ解消はされて だけど練習中の風景としてやったからやっぱ傾向としてはそうなりがちなさジミンちゃんだからそこがねあブ v, v n さん的にはもっとジミンなりきるよみたいなさあれだったんかねやっぱ確かに確かにもっとガツガツいっていいよっていうことだよねうん だから、ジミンちゃんはやっぱほんとなんかセンター適正あるから、そういう席にいてほしいなっていうのはなんとなくこれでね、分かったから、うん、そ、それを見た CJ さんも、ね、エムネットさんもやっぱジミンちゃんセンターにいてほしいってなって2位とかに出たんかね、あの2の穴開けを公開したんかね、あれ。確かに。これ1位ですせっていう、じ <laughs> ゃ <laughs> 1位だよねみたいな、だよねみたいな感じで出したんかな <laughs> だよねって感じで、ほんとに <laughs> だよねっていう感じで。<laughs> 以上のね、今回は、アイランド2のファイナル進出者10名のプロデューサーの評価ノートが公開されたので、そちらの話をしていったんだけど、いやさ、ナーキ順位と言い,いまたさ、これも面白くて新たな指標としてね、すっごい興味深かったね。そうだね。なんか、ほんと個人的にプロデューサーピックあってほしい派なんで、私。結構枠あってくれの派なんで、うん、結構。うん うんうん、その、ほら、うちらのさ、なんとなくの今のさ、表の予想だとさ、サランココセビ結構やばいかもしれないって思ってるじゃん。確かにそう。別に。そんな嘘やろって言ってって思ってるから、その、万が一の可能性のためにプロデューサーピックは多くしといてみたいな気持ちで俺も、普通に。わ <laughs> かるわかるわかる。<laughs> <laughs> そう。もう、一人投票で5人プロデューサーでもいいよみたいな。<laughs> <laughs> そう。<laughs> そう わかりやすーってなるよね。わ <laughs> かりやすい、そうそう。まあもうわからんけどね。まああとはなんか、うん、なんかちょっとしたまとめみたいな感じでさ、そのアイランドね、うん、やってきたまとめみたいな練習生の成長のなんか、その、あれだよね、か、もう最後の方だからさ、こういう、こんなに成長しましたみたいなさ、うん、感じですごい、なんかいろいろ思い出して楽しかったね。うん、ねえ、よかったね。あだからさ、アイランド2のファイナルが楽しみだよね。そうだね。<laughs>